の太陽駆けろ鉄釜闇にうごめく悪だスター砕いて星くず宇宙の果てにひらめく銀河に父の名呼べば涙星やるぞペガス適正か宇宙の騎士宇宙の騎士テカマやるぞペガス適正か宇宙の騎士宇宙の騎士テカマー。21世紀を迎えた地球は異常気象、公害、人口増加により食料不足に陥り、国際食糧機構が備蓄していた10年分の食料も今では残り3年分となっていた。つまり地球の寿命は食料問題においても残すところ3年であったのである。お？なんだあれは。3号倉庫警備係より本部へ。こちら本部、3号倉庫警備係、どうぞ。ただいま国籍不明の飛行物体が A 地区の沖合に墜落しました。どうぞ。了解、直ちに調査する。第三食料倉庫が。わかりました、すぐにスペースナイツを出動させます。ジョージ君、ワルダスターだ。ランサー、アンドロ、ヒロミ、行くぞ。ランサジョージさん。心配すんなよ、これ戦っちゃまずいから宇宙へ連れ出すんだろ。まあ、ここは鉄火マンに任しておこうや。
大げさなメカ鉄人を送り込んできた割にはあっけない幕切れだったな。しかしワルダストの今度の狙いは何だろう。あの一匹の鉄人で食糧倉庫を全滅させることができるとでも思ったんだろうかね。メカ鉄人を送り込む場所を間違えたんじゃねえのか。いや、私はそうは思わない。今の地球ではどんな貴金属や宝石よりも一粒の麦、一切れのパンの方が大切だ。たとえ被害はわずかでも失った食料を取り返すことはできない。もし仮にあのメカ鉄人が数十台で一挙に暴れ出したとしたら、地球の食料はほとんど失われ、人類は10日後ぐらいには餓死する羽目になっていたろう。兵糧攻めか。古くせえ手だが効果あるぜ。とにかく未然に防げてよかった。地球防衛軍とも連絡を取って食料倉庫の警備を強化してもらおう。また失敗したな、愚か者。それでもお前はワルダスターの団長か。申し訳ございません、宇宙帝王ドブライ様ですが、宇宙帝王ドブライ様、遠い宇宙からのリモートコントロールではあの程度のメカ鉄獣の操作しかできませんのです。ならば地球にリモートコントロール基地を作ったらどうだ。地球に？そりゃ気がつきませんでした。そうすりゃ一度に数百数千の破壊鉄獣を操れますな。感心してないで早く行け。早く行け？私がでございますか。そうだ、お前が行って基地を建設し、これまでの失敗の埋め合わせをするのだ。はあ、はあ、リープ工法で一気に地球へ近づけろ。はい、リープエンジン始動。リープ工法メカさえあれば地球までぐらいひとっ飛びだ。ダンボス様、リープします。よし、レッツゴー。4、3、2、1、リープ装置作動。リープ終わります。おみー、 なんだ真空である宇宙空間とは違う。地球を囲む大気圏内にいきなりリープ工法で出たランボスの宇宙船は大気圏という壁にぶつかり、ものすごいショックを受けたのである。その衝撃波を宇宙開発センターはすぐにキャッチしていた。南極へ落ちました。大気圏にいきなり現れたということはディープ工法だ。よし、チャンスだ。ディープ工法メカさえあれば宇宙開発計画は成功したも同じことだ。それが今南極にあるわけね。スペースナイツの諸君、直ちに南極へ飛んでくれ。何としてでもディープ工法メカを奪取するんだ。よし、このまま南極へ降下だ。あ、あそこよ。見ろ、ワルダスターもリープ工法メカを必死に守るつもりだぜ。
あの円盤の群れは俺とペガスで引き受ける。アンドロとヒロミはリップ候補メカを脱出してくれ。任しとけって。ペガス、おーさー、テクセット、さあ行きましょう。下の格納庫で待ってるからすぐ来てね。あ、なあムータン、俺たちは地球人を好きになりすぎたようだな。アンドロ、今だったらまだ別れられる。今が地球人と別れるチャンスだ。アンドロ、それじゃ地球にはテッカマンがいる。だが俺たちの故郷三能星にはテッカマンなんかいない。俺たちは帰るべきなんだ。よくわかったアンドロ。地球のことはテッカマンに任しときゃいいのさ。やっぱりこっちにも護衛が残っていたか。それよりムータン、ランボスの宇宙船がどこにある見えるか。うん、すぐそこよ。よし行こう。アンドロ、そんな体じゃ無理よ。俺は行かなければならんのだ。アンドロ、ありがとう。地球のためにそんなにまでして。そのうちきっと私たち地球人が三能星の人のために働く時が来るわ。私たちはアンドロの恩を忘れない。迎えに行きました。
おお、来たか。待っていたぞ。アイス星人めが外へ出たまま帰ってこないので心配しておった。サンボスだ。早く早く乗り移ってください。待て、自爆装置のスイッチを入れていく。あら、これはひどい。何も見えんじゃないか。どこにおるのだ。ここです。早く来てください。鉄火マンが来ます。何、鉄火マン。そりゃ大変だ。うわぁ、何をするの？アンドロ！許してくれ、ヒロイン。許してくれ。この傷で三能星まで帰れるわけがないわ。アンドロ、戻って！アンドロ！アンドロ！ブータン、自爆装置のスイッチを切れ。多分中心回路にあるはずだ。俺は故障箇所を直す。ブータン！分かってるよ、アンドロ。そりゃ、辛いな。俺だって同じだ。だが何としてでも三能星に帰るんだ。むーむっ。あった。さあ、アンドロ、自爆装置のスイッチは切ったわよ。アンドロ、大丈夫だ。俺は帰ってみせる。三能星な、こんなところでくたばってたまるか。これは、あ、リープ光本見たよ。何？リこれさえあれば三能星に帰れるぞ。何をするんだ。やめろ。やめるんだ、ムータン。ムータン。アンドロ、あたいは自分の星だけのことを考えるのはいけないと思うの。そんなことしてたら他の星の人たちと本当の友達になれないわ。どけ。どかないとたとえムータンでも承知しないぞ。どかない。ヒロミさんが言ってたじゃない。そのうち地球人が三能星に協力してくれるって。今は私たちが地球人に協力する時よ。ムータン、お前ってやつは、負けたやつ。アンドロ、お前は裏切るつもりだったのか。違うわ。アンドロは自爆装置が入ってたから危険だと思ってヒロミさんを外に残したのよ。その証拠にリープ光本メカを外そうとしてるでしょ。リープ光本メカ。まるで生き物だ。ねえヒロミさん、アンドロを信じてね。ねえムータ、信じているわよ。スペースナイツ、リープ広報メカを渡せるものか。奴らは俺に任せろ。ヒロミ、アンドローの手当てを頼むぞ。やったのか、ね。タイムリミットだ。
再生人ペガスを氷漬けにしてやれ。ペガスに戻れぬテッカマンは変身時間を過ぎて今自滅するのだ。テッカマン、しぶといやつ。おー、大回転エクランスだ。ではないか。そのディープ広報メカがお前らに解明できるとでも思うのか。メカというよりも一種の生物だ。やはり宇宙人の科学力は地球よりはるかに進んでいる。生物だとしたら死ぬということが考えられる。お父さん、それまでに解明できるでしょ。わからん。とにかく我々の想像を超えている。ただ恐ろしさを感じるだけだ。だがやらなければ負けだ。俺たち三能星の運命を地球の科学力にかけたんだ。そうしなくっちゃ無駄な気持ちが無駄になっちまう。スペースナイツが命がけで手に入れたワルダスターのリープ広報メカは解明できるかどうかわからなかった。だがこの生物の脳髄のようなメカに地球と三能星の運命がかけられていた。天地局長は少年たちのために宇宙ランドを火星付近に建造した。だが各国首脳者の反対を押し切って強行されたこの計画はすでにワルダスターに漏れていた。果たせるかな。少年たちの護衛についていたスペースナイツの目の前でワルダスターの総攻撃が始まった。しかしジョージはテッカマンになって戦うことができない。天地局長の命令でペガスは地球に残されていたのである。次回、宇宙の騎士テッカマン宇宙ランド作戦にテクセッター。花の息も風もない、涙も頬に流れない、冷たく悲しい宇宙の戦いだ。だけど心は燃えている、太陽みたいに燃えている。スペースナイツは太陽